介、言葉に正座。空手道部部長富田翔馬です。瞑想週3回月火木の5時から8時で、長期休暇は同じ曜日の9時から12時でやってます。正面に入れ。現在は約25名です。経験者が5、6人で、あと初心者になります。大学から始めた子たち。まずは空手がどんなもんかっていうのを見して、こんな感じだよみたいな、別になんか難しいことやってるんじゃなくて、なんか普通の動きをしてるんだよっていう、まず空手を知ってもらうところから始めて、でちょっとした動きの中でどんどん空手の動きを入れていって、で初心者でもできるようになるよみたいな、先輩も初心者が多いよみたいな感じで勧誘してます。私高校の時弓道部に入ってて、そこで初めて武道というものに触れて、大学に入ってもぜひ続けていたいなって思ったんですけど、あいにく翔徳には弓道部がなくて、その時に新館でここの空手部にお邪魔した時に心よく受け入れてくれたので、この部活に入りました。あ、もう本当アットホームな感じで、すごい先輩方が優しくて、やっぱ経験者との差も結構あったんですけど、でもそれはあまり意識させないように、うまいこと練習を組んでくれて、どちらも経験者も未経験者も満足できるような練習メニューを先輩たちが組んでくれてました。芯があって、それに沿った何かことをやる、必ずどの動作にも意味合いがあるとか、やっぱ突き詰めれば突き詰めるほど楽しい空手だと思うので、熱心に参加してくれる子が来てくれると嬉しいかなって思います。強い強豪校も多いんで、まずはその自分の練習でやった技とかを どれだけ試合で使っていけるかっていうのを目標にしてますね。で それで自分の技が出せて勝ちにつながればいいかな。別に勝ちがメインというよりは、もう自分の個人の目標を達成できるようにっていうのが部活での大きな目標です。あの前できなかったことができるようになったとか、点が取れたとか、肩が打てるようになったとか、そういう達成感がいっぱいあるんで、その達成感が本当空手の楽しさなんじゃないかなと思います。空手は楽しいもんなんで、その魅力をこの部活に入って少しでも感じてくれたらいいなと思います。